よし、ということで皆さん、こんにちは。おはようございます。FF16 のコラボカフェ予約可能っていうところで、えー、新たに FF16 の公式から、いくつか情報が出ておりましたので、そこについて確認をしていきましょうか。で、まずはね、FF16 のコラボカフェっていうところで、まさかのね、えっ、ー、と、コラボカフェがこちら、予約可能となっていると。で、なんとこのタイミングで、 コラボというところで、まあなかなかね、面白い、えー、施策だなと思っているわけですが、えー、具体的な場所としましては、えっ、ー、と、秋葉原みたいですね。えっ、ー、と、スクエアエニックスカフェ東京っていうところで、えっ、ー、と、こちらが、えっ、ー、と、8月25日までかな。こちらなんか、 1> 第1弾と書かれておりますので、まあおそらくではあるんですが、まあ第2弾、第3弾っていう形で、まあどん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 ですね、まあ増えていくんじゃないかなと思っているんですが、ただこれを見てみると、えー、ちょっと待ってね、ずらします。ほとんどなんか予約可能なんですよね。これはなんだろう突っ込んでいいのかどうかわからないんだけどさ、 まあ直近はさすがに残りわずかのところ、近土日はあるんだけど、ほとんど予約可能となっていて、まあ少なくとも満席で埋まっているっていうことはなさそうなんですよ。これはどうなんだろうね。皆さんこちらは予約されましたかどうでしょうか。<laughs> まあ個人的に気になってるので、ぜひね、ちょっと皆さん、えー、こちら。 興味持ってるかどうか、そうして行くのかどうか、教えていただけると、えー、嬉しいので、よろしくお願いいたします。まあ、そのような状況となっておりますね。コラボカフェか。ただ、ファイナルファンタジーファンからすると、まあ、結構嬉しい内容ではないかなと思っていて、かつ秋葉原なので、まあ、結構交通の要所というところなので、まあ、関東に住んでる方であれば結構行きやすい場所にあるのかなと思っております。ただ、その中で予約可能がこんなにあるもんなんだね。 ま、ここ最近はね、いろいろなものとコラボしているわけですが、ただ第1弾っていうのがちょっと気になるような。これ、まあ、第1弾の内容にもよるけど、まあ、第2弾、第3弾って続いていくっていうことか。はい。まあ、そういったところで公式からの告知がございましたので、こちらについて、えー、共有をさせていただきました。で、あとはですね、FF16、Final Fantasy XVI、発売3日間、全世界の PS5、 デイリーアクティブユーザーで2番目に人気のゲームだったことが判明と、日本での平均プレイ時間は22時間っていうところで、こちらのベッドですね、記事として出ておりました。まあこちらに関しては発売後3日間なので、まあなんとも言えないところではありますが、ただ3日間で平均プレイ時間22時間以上ってすごくないかそんなにするそんなにするか まあ土日もこれ入ってるからさ、まあ確かに穴勝がちこの数字はまあ合ってるかもしれないけど、ただ72時間中22時間以上やってるっていうのはまあかなりすごいなと思いました。だからまあ結構その FF16 ってまあ買ったそうは割と巻きでやっていた。なのでまあ買ってすぐにやり込んでいる人がかなり多かったのかなと思いました。まあかなりなんかゲーマーというか、 ね。まあ、ちょっとずつやるっていうより、一気にやってしまって人が多かったのかな。まあ、そういったことがですね、今回判明しました。で、あとはですね、FF16、楽しめなかったやつって、人生経験が、浅いよな。っていうことで、こちらの記事もですね、話題となっております。<laughs> どういうことやねんって感じなんだけどさ、FF16、 楽しめなかったやつ、人生経験が浅い。皆さん、どうですか結構楽しめないっていうのがちょっとい,いろいろ難しくて、なんかその映画としては楽しめた人は結構多いんじゃないなんかこの FF16 でなかなか特殊なゲームとなっていて、なんかゲームなんだけど、映像を楽しむみたいなところが比較的多いからさ、なんかゲームの内容、まあ、ストーリー、そしてアクションのところを楽しむ。 純粋に楽しめたっていう方はそんなに多くないんじゃないかな。まあもちろんいるっちゃいるけど、それだったらなんか他のゲームでこと足りれるみたいなところがあるからさ。まあどうなんでしょうね。だからまあ結構結果として賛否両論読んでいたという認識ではあるんですが。ただまあそれを考えると、まあ映画としては大作なんじゃないだってムービーだけでさ、これメインストーリーだけで確か11時間じゃなかったっけ で、サブも含めると多分もっと多くて、13?14?15 とか、多分そんぐらいじゃない、まあ、それを考えると <laughs>、やばいよね。2時間の映画がだって、7、8本ぐらい見れるみたいな感じでしょう。なんかそれを考えた時になんかすごいなと思いました。いや、7、8本分よ。ただそれがね、なんと定価9900円ですよ。安くね <laughs> 安くねって感じなんだけど、まあ、CG だからさ、ほとんど、ま、そんなに、まあ、金っていうか、ね。まあ、一般的に放映されてる映画と比べると、安いのかもしんないんだけどさ、にしても、なかなかすごいですよね。で、それに加えて、まあ、自分で操作できる場面もあるわけだからさ、いやけどそう思うと、結構なんか FF16 ってリーズナブルというか、開発費に対して、売り値がなんかちょっと安い感じもするよね。 うん。なんか、別途他の動画でも言ってたんですが、ね、開発人数がすごいからね、もう何千人ってね、関わってるっていう。やばいよ。前作の FF15 もね、約2500人ぐらいが関わっていて、で、FF16 に関しては、それを遥かに超える3500人から4000人程度が関わっていると。で、パートナー企業とか、あとそのソニー側の人間とかを含めると、 プラス500人、なので4500人ぐらいが下手するとかかってんじゃないかと、いうことが言われていて、本当になんか、特大プロジェクトみたいな感じで動き出していたんですよ。で、人件費に関しても、吉田 P 曰く、歴代でも最高らしいので、まあ具体的な金額に触れられておりませんが、まあ何百億円と使っているということがですね、予想されてます。だって FF15 ですら確か100億円以上かけてるみたいな話じゃなかったっけ だからまあ推定ではあるものの、まあ300億はさすがに言ってないと思うけど、100億から300億の間じゃないかと、いうことがですね、今言われております。まあそんな感じなわけですが、まあただ個人的な FF16 はね、なんだろう。俺は結構そのムービー見るのは好きだからさ、なんかそういった意味では楽しめたかな。 まあ一方でゲームとして楽しめたかって言われると、なんか前の動画でも言ったんだけどさ、まあ6、7割ぐらいは楽しめたのかなというところで、なんだろう映像9割楽しめて、まあゲームの内容を6、7割ぐらい楽しめたというところでまあ間取って75点ぐらいのゲーム。けどやっぱ結構そこで着地することが多いんじゃないなんか一般的なユーザーの評価とかも。だからまあ別に面白くなくはないんだよねっていう話で。 まあ、結構難しいですよね、ここも。楽しめなかったやつって人生権限が浅いって。<laughs> なかなかちょっと煽り文句ではあるけど、ね。まあ、あとりあえずね、そんな感じになっております。まあ、とりあえずね、先ほども取り上げた通り、えっと、コラボカフェになるものがね、えー、公式が、えー、たびたび告示しておりまして、 まあ逆に告知しなければ、まあ全然なんか予約は埋まってないっていう状況なんで、まあこれ具体的に何人ぐらいの枠がそれぞれあるのかわからないけどさ、なんか人気ない企業の会社説明会みたいな感じにこれ枠なってんだけどさ、大丈夫かっていうところなんですが、なんだろう、なんか FF ファンってさ、なんか喫水のゲーマーが多いからさ、なんか一番くじの時もそうだけど、なんかこういった形でグッズをね、買うとか、 あとそのコラボの何かに行くとかイベント行くとかっていう傾向ってあんまりない気がするんだよね。だから純粋にゲームが好きでゲーム楽しみたいみたいな人が多いからさ。まあもちろんなんかファイナルファンタジーは好きだけど、なんかそれとこれとは別じゃんみたいなイベント実際に行くかって言われるとそうでもないし、まあグッズを買うかって言われるとかさばるしちょっといらないみたいなところもあるかもしんないし。なんかそうはちょっと特殊な感じするんですよね。 ま、例えばこれちょっと可愛い系のものとか、ま、ピクミンとか、ま、ポケモンとか、ま、ゼルダ集まりとか、ま、いろいろあると思うんですけど、ま、そっちでなんかイメージ的にグッズが結構売れるみたいな感じあるじゃないですか。買ってる層的にも。けど、FF ってやっぱり明確に違うじゃん。層が <laughs>。だから、俺あんまりね、ここ、こういうなんか企画って難しいんじゃないと思ったね。うん。ま、とりあえずね、今日の動画一旦終わりますわ。お疲れ様です。最後にチャンネル登録と高評価お願いしますね。ではまた。